それでは、午後からのセッションを始めます。次のセッションは小貝ダンさん、404ブログノットファウンドで有名な、小貝ダンさんです。でハテナでもハテナダンアリーという、ハテナダイアリーも書いております。ほとんどライブ動画が落ちた。簡単に、まあ、紹介しますと J コード PM の作者であり、現在、パールのコアモジュールであるエンコード PM のメンテナンスをされているということで、今日はそのインターナショナリゼーションの話が聞けるということで楽しみにしています。ではよろしくお願いします。紹介ありがとうございました。 Good morning ladies and gentlemen. Good morning, good afternoon, whatever. 今回ハテナの直哉氏の前座を務めさせていただきます小貝フレッドと、あれ変わってないじゃん、小貝フレッドと申します。午前中に来た人にしかわからないネタなんですけれども、はい、それでですね、まあ、急遽実は本当にこのトークは代打でやるということになったんですけれども、まあ、どういう話題をやるかといいますと、パール I18N、パール I18N、 18N っていうのは何かっていうふうに言いますと、これは日本の方なら実はよく聞いたことがあると思うんですけれども、まあこういうようなことですね。これじゃちょっとよく分かんないんでちょっと訳させてみましょうか。ただちょっとこの英訳チャンスエラーがうざいんですよね。ですから一応これ日本語版にも定義が書いてあったので、翻訳するな、翻訳しなかったね、はい、まあ、こんなような定義になってます。まあ、国際化と地域化っていうふうに言いますけれども、まあ、大事なところはですね、これでもかなり長いんですけれども、他の言語と文化のために動くように適合させる手段であると、なんか怖いこと書いてありますけど、大事なところを抜き出すと、まあここですね、はい、植民地人の環境のために。はい、ちなみにですね、この翻訳はエイジャックスでやっております。実は某社のところのそれをサクってるだけなので、ちょっと後で感謝させていただきますね。まあまあいいですわ、植民地人ということにもしときましょう。まあ大事なのは他の文化と言語のためにっていうことなんですけれども、まあこのトーク20分しかありません。ですからこういう大きな話題っていうのはちょっと扱う時間はないと思います。あるいはこういうようなことですね、こういうことはですね、多分梅田もちおさんが次の年のあたりのヤプシーで講演してくれるかと思いますので、その時に撮っときましょう。まあこの20分ではちょっと無理だということで、ですが、まあインターナショナリゼーションというのはもうパールのスローガンである There's more than one way to do it に通じることですよね。ですから英語だけしか動かない、いや日本語でもちゃんと動くようにする、中国語でもちゃんと動くようにするっていうことがインターナショナリゼーションなんですけれども、ところがこれに頭にパオってつきますと、実は一つしかないんですね。パールの癖して一つに絞ってるんです、パールの国際化というのは。それは一体どういうことかっていうと、ユニコードなわけです。ユニコードちゃんとあれです、訳さないで置いてくってくれるの。それなんでパールではユニコードに統一しちゃったかと言いますと、結局一旦ユニコードにしてしまえばみんな同じ土俵で扱えますよっていうことですね。今ここにそのほんの一部をまあ挙げたんですけれども、ですがまあこれそんなことないよ、何でしたっけ、トロンコードですとか、そういった他のものあるみたいですけど、実際にまあいろんなところで practically 実際に使えるものとしては、まあユニコードにしとけということで、まあユニコードにしといております。それで実際にユニコードにするにはどうするかって言ったら、まあエンコード .pm というものを使います。それでこのエンコード .pm っていうのは結局何かっていうと、インターフェースなんですね。それでさっきちょっとスライドを戻りまして、ここで言うとこのインターナルイっていうのは何かって言いますと、これはパールの中でということです。それ当然外の世界との
接続がありますから、これを実際にやってるのが、まあ、インコード PM というわけです。まあ、絵に描くとこういうようなことですね。非常にわかりやすい。それでこれを作ったのがですね、まあ、ニック・イン・シモンズさん、始めたのがニック・イン・シモンズさんで、実は去年心臓発作で亡くなってしまいました。ちょっとまあ、こういう場ではありますけれども、改めて感謝したいと思います。ありがとうございました。で、今それをメンテしているのが、まあ、私、すみません、まあ、これフレッドって直す役、まあ、まだ直してないですけど、まあ、私でございます。はい。それで、まあ、実際にエンコードの使い方に関しては、まあ、いろんなところでやりましたし、本人も書きましたんで、ちょっとそれを読んでいただくとして、まあ、基本的にはこういうことですね。パールの外にあるものというものは、まず、どこだ、ここでディコードしましょうと。これでディコードしたものがこの UTF-8 という変数の中に入ります。そういう変数の中に入ったものというのは、まあ、いろんな子外段という書き方がありますけれども、まあ、これをエンコードメンテナーというふうにリプレイした上で、パールの中の処理が終わったら、インコードで元に戻して外に出してあげると。結局これだけですね。外の世界とパールの中の世界を結びつけるのに、皆さんが覚えておかなければいけないものというのは。ただしこれパールですから、実際に一旦パールの文字列になったら、これはもう全部ユニコードなんですけれども、ユニコードにしたり、ユニコードから別の文字コードにするっていうのには他にも方法があるわけですね。パール IO という方法が使えます。これオープンの時にもうインコーディングを指定してしまえば、実際にここでやる必要はないわけです。それでさらにビンモードというのも使います。これはどういうことかっていうと、パラライボーでユーズオープン、オープンした場合というのは、これファイルハンドルを作るときに文字コードの変換をするんですけれども、そうではなくて、すでに開いてるもの、例えばスタンダードアウトというのは別にオープンとかしなくても使えますよね。こういったものの文字コードを変えるときにはこういう書き方をします。ですから基本的にやり方というのは3つあります。普通にエンコードの中の関数のディコードとインコードを使うという方法、それからファイルハンドルをオープンするときにインコーディングというのを使う方法、それで最後に、まあ、B モードですでに開いているファイルハンドルをの文字コードを書き換えるという方法、まあ、そんなに難しくないんで、本来であればこれはライトニングトークのネタのはずですが、一応これ最初に戻りますと、これのタイトルはパールのインターナライゼーションとなってます。それでですね、実際に文字コードというのは文字列の処理のごくごく一部に過ぎないわけですね。そろそろまた翻訳を復活させましょうか。まあ、ろくでもない翻訳ですけど、ないよりもいいでしょう。今やったのはこれだけで、実はインコード .pm のやってることというのは他の言語でも大抵サポートしてます。 Ruby でもサポートしてます。 Python でもサポートしてます。 JavaScript はちょっとサポートしてるとは言い難いんですけど、一応そういうモジュールもあるみたいですけども、まあ、ユニコードから他の文字コードへ、あるいは他の文字コードからユニコードへっていうのは、これまあ、できない言語の方が今や少ないですが、実はユニコードをサポートするっていうのはインコーディングとディコーディングだけじゃないんですね。ざっと3秒ほどで考えただけでもこんだけあるわけです。まずインコーディングとディコーディングっていうのはさっき言いましたけども、ユニコードのリテラルをどう表記するか、それからユニコードでは一応ですね、漢字とかの例外はあるんですけども、一つ一つの文字にですね、ちゃんと名前を当てはめてます。この名前にアクセスできるかどうか、それから当然ユニコード
の、 あのプロパティというものがあの正規表現で使えるかどうかというのもイシューになってきます。それこのシンボルというのは後で実際例を見てみましょう。それで UCD というのはですね、あのユニコードキャラクターデータベース、あのユニコードのキャラクター の、 あのデータベースで、例えばこの文字はあのどんなブロックに属するのか、ラテンなのかそれとも漢字なのかとかって言った情報をだから持っているデータベースで、パールではこれ標準装備してます。それ今のところ私がざーっと見た限りではこのレベルのユニコードサポートをしているというのはパールだけです。ですから皆さんシリアスなあのインターナショナリゼーションをしたいのであればパールというのがあの一番最初のファーストチョイスになると思います。それでは他の例をちょっと見てみましょう。まずリテラルです。リテラルに関してはまあ表にしてみると、あこれはちょっとトランスエラー決めますね。こんな感じになります。これはあの各文字をエスケープしたリテラルでどういうふうに表記するかというのを並べたものです。まあパールに関してはこう書くわけですね。あのバックスラッシュ X に、これ日本だと円マークになっちゃいますけれども、ちゃんとバックスラッシュで表示してますね。バックスラッシュ X にカッコでユニコードの、まあ、あの文字番号ですね、16進数を書くとユニコードの文字が出てくると。それでまあ HTML や XML に慣れてる方であればこれあの実体参照というのがあります。それ実体参照で、実体参照も考え方とはしては同じですね。ここにユニコードの番号を書くわけです。HTML の場合は10進数、XML の場合は、まあ、あの16進数なんですけれども、問題はここからです。まず Python。一応これ、サポートはしてます。A はちゃんとこういうふうに表記してます。段というのもこういうふうに表記してます。ただ問題、これ、なんて読むのか、ご存知の方いらっしゃいますか？実はですね、これ現在のユニコードで、コード番号が振られている中では一番大きなものです。この肉付きに亀というふうに書きますが、まあ読み方は置いときましょう。まあでもとにかく私のブラウザーでも、これ絵じゃないですよ。試しにこうやって大きくすると大きくなります。ですからこれちゃんと文字としてレンダリングしてるっていうのがお分かりになると思うんですけども、ところが、Python でやった場合というのはコンパイルオプションで UTF-32 でやりなさいっていうふうに言わない限りはこういうふうになっちゃうんですね。サロゲートペアになっちゃうんです。一文字じゃなくて二文字扱いになっちゃうんですね。一応こういうふうに表記もあるんですけども、これ見ての通り8桁書かなければいけません。それでですね、最近ちょこっと問題になっているのが JavaScript でして、やっぱり同じ問題を抱えてます。これ実際に JavaScript で正規表現とか使うときに問題になり得るんですね。ですから JavaScript も日頃パワーと一緒に使っている方というのは少なくないと思いますけど、この問題があるということに気をつけてください。それでまあ Ruby に至ってはですね、これ生の UTF-8 を書きなさいと。ですからどんな文字コードのシステムでもサポートしますよっていうのは結局ノーサポートになっちゃうことが多いんですね。まあそんなわけで、まあ今のところユニコードのリテラルをまともにサポートしているのはパールと HTML と XML ぐらいだということは覚えておいてください。それ次、キャラクターの名前、そうなんですよ。例えばこのちっちゃな A にしてもなんちゃらなんちゃらスモール A という名前がついてるわけですね。それでパール5の場合というのはこれみんなきちんと名前でもアクセスできます。ですから例えばこのニコちゃんマーク、多分お使いの IM とかではなかなか出てこないと思うんですけれども、パールのリテラルを使えばちゃんとWhite Smiling Face というふうに書けば出てきます。それでまあこのラムダに関してはまあ簡単に出せると思うんですけども、正式名称で書きたいのであれば Greek Small Letter Lambda というふうに書けばいいんですね。それで Python も、あ、おう、Python もです。はい。
それでは Python もですね、一応サポートはしておりますけれども、他に関しては、まあ、手さえつけられてないというのがこれ現状だと思います。それ次、Symbols。 Symbols っていうのはどういうことかっていうと、今まではデータをユニコードでデータを扱うにはどうしたらいいかっていうことです。プログラムそのものをユニコードで書けるか、書けるんですね、パールの場合は。これ私が書いたものではないです。 Ruby を日頃使ってる人が書いたものです。この辺ご覧ください。メイン、今日はエイプリルフール。これあれですよ、文字列じゃないです、関数ですよ。ルビーストマガジンの内容取得、パーリッシュか、だら月、だら日、こういうことちゃんとできるんですよ。だから多分次のパワーセックスではサブでなくてさっきのグリークスモーレルランダ1個になるかもしれないです。うん、それはないかな。で、あ、いけない、それほど時間がないので少し押しましょう。それで正規表現なんですけども、これすごいトリビアルな表現です。トリビアルな表現なんですけれども、これ例えば EUCJP とかを使っているときにはこれうまくいくとは限りません。これがきちっとできるというのはユニコードをサポートしている環境だけです。基本的にはうまくいっちゃう場合もあるんですけどね、他の文字コードでも。それでもう少し複雑な例だとこんなのがあります。これこういうところに注目してください。これ何かっていうと、これユニコードプロパティって言います。今こうやってお見せしているところというのはこれ半、すなわち漢字の部分です。これ漢字全部にマッチします。これ全部カタカナ全部にマッチします。ひらがな全部にマッチします。それでこっちはラテン、アルファベット全部にマッチします。ギリシャ文字全部にマッチします。キリル文字に全部マッチします。こういうこともできます。できますというより、ここまでやんないとユニコードをサポートしたことにはならないんですね。それでまあ詳しくはこれパワードックが2つあります。あ、ユニイントじゃなくてこっちユニコードですね、ちょっと私書き間違えましたけれども、はい、ここをまあ見てくださいということです。はい、じゃああと1本ほどあるのかな。というわけでまあありがとうございました。以上なんですけれども、まあ、わずかに時間が残っているので質問等あったら受け付けたいと思います。じゃあ質問のある方は挙手お願いします。はい、どうも。どうぞ。貴重なお話をありがとうございました。そうですね、お聞きしたいのは今度 Windows Vista で、はい、JIS の X の213っていう、はい、文字コードが出てくることになるかと思うんですけど、はい、C パーでもサポートされております。ただC パンから文字をインストールしなきゃいけないんですけど、はい、あ、そうなんですか。はい、ですね、ちょっとお待ちくださいね、せっかくウェブブラウザーがありますから。ここにありますね。一応これでルーディメンタリーなサポートをしております。でも誰が使っているのか私も実際に知らないのでぜひ使って、こういうところにバグがあるというふうにあったらこれレポートしてください。はい、一応サポートしていることにはなってます。はい、あ、はい、ありがとうございます。はい、もう一個ぐらい質問取れる、まだあります？ Questions?Annotations? はい、あれ、じゃあ時間になりましたので、はい、はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。